中日大使在任時の2019年6月7日、沖縄科学技術大学院大学を公式訪問。同大学の学長、ピーター・グルース博士と共に、カルロス・ミゲル・ペレーラ・エルナンデスは、キューバの外交官、大使。母国語のスペイン語に加えて、英語と中国語、フランス語にも堪能。2016年から2019年にかけて、中日大使を務めていた。 1984年、ラウル・ロア・ガルシア国際関係高等研究所に入学。1990年、同研究所を卒業した後に外務省アジアオセアニア局に入省。1991年より外務省所属で中国に留学。1991年から1992年にかけて北京語源学院で中国語を修学した後、 1992年から1993年にかけて北京大学国際政治学部及び同大学外国語学部でそれぞれ国際政治関係と中国語中東高等コースを履修。1993年から1995年にかけて在中華人民共和国大使館参踏書期間。1995年から1997年に かけて、同二党所期間。1997年から2006年にかけて、はばなれ、本省勤務。アジアオセアニア局一党所期間、外務副大臣室参事官、顧問、外務大臣室主席顧問、外務大臣室長及びアジアオセアニア局長を、歴任。2006年11月14日、北京の人民大会堂で、古近東国家主席に信任状を法定して在中化。 人民共和国大使に就任。2011年まで在中国大使を務めた。2011年から2016年にかけて、ハバナで本省勤務。外務省局次長及び組織、企画、情報、分析局長を歴任。2016年12月7日、皇居で上皇秋人に新任状を法定して、中日大使に就任。 2019年10月4日、東京のキューバ大使館内で、中日大使として、最後の記者会見を開き、米トランプ政権がキューバを敵視して人道に反する、経済制裁を発動している現状を説明した上で、日本とキューバの関係については、米政府の意向とは関係なく両国は、良好にやっていきたいとの希望を述べた。同年10月22日、皇居制電末の間で、 金城天皇の即位礼正殿の儀が執り行われ、ロベルト・モラレスオヘダ閣僚評議会副議長及び、夫人と共に参列した。2019年11月14日、北京の人民大会堂で、習近平国家主席に新任状を法定して、在中華人民共和国大使に再度就任。ペレーラが、中日大使として在任中の2019年8月17日、 オスワルド弁当団長とするキューバのスポーツ体育レクリエーション長の施設団が神宮球場を訪問して当日ヤクルトスワローズと対戦する中日ドラゴンズの加藤博之代表や与田津義監督と歓談しヤクルト対中日の試合を観戦したがこの施設団にペレーラ大使も同行している同年9月16日 中日の本拠地名古屋ドームを訪問して DNA との試合前に矢野広野球団社長と歓談した後ペレーラ大使が始球式を務めた。ありがとうございます。